ンドルフォート周辺にエンシェントマターの反応を確認。やはりそこが入り口になっているようですね。しゃあねえな、神奈の野郎どもを蹴散らしてやろう。行くのはいいけど、ちゃんと戻ってこられるよね。前回のデータから推察するに、ゲームが終了すれば元に戻る仕組みになっているようです。万が一の時は僕が必ず皆さんを連れ戻します。言うほど悪くはない。え？うおー！突撃！よられた！隊長！ミネさん、また来てくれたんですね。おお！共にあやつらから我が宝を取り戻そうぞ！あれは俺たちの世界にあったもんだ。お前のもんじゃねえ。黙れ黙れ、コタクは良いのだ。今はとにかく突撃。本作戦の目標は神羅軍に奪われた物資の奪還です。隊長の無謀な作戦では敗退は必至。どうか力を貸してください。ヘボン、援護します。隊長、俺たちも行くぞ。
やりましたね、隊長。うん、あとは我が宝を取り返すのみ。いざ突撃。待てこの野郎。おいで。調子。ん？何故？隊長！クラウドさんたちの帰還を確認。エンシェントマターの回収は失敗に終わったようですね。すまねえ。僕の方で観測した数値もノイズだらけで使い物になりませんでした。何か既存の概念を超える巨大な力が干渉しているのかもしれません。隊長さん、エンシェントマターのことを我が宝って言ってたけど、どういうことなのかな。いくつか仮説は立てられますが、いずれも確証に至るにはデータが不足しています。エンシェントマターの位置は不足済みですので、次の現場へ向かってみましょう。エンシェントマターはと、ここよ。早く迎えに来てちょうだい。待ってるわよ。あれって隊長さんだよね。いろいろとっつらかってんな。皆さん、どうか隊長を助けてください。隊長がいなくなったら僕たち終わりなんです。どういうことだ。俺たちゲームの駒ですから、本当なら誰かが遊んでくれるのをボードの上で待つことしかできません。でもある日隊長が現れて、僕たち自分の力で自由に動けるようになったんです。隊長が来てからもう毎日楽しくて楽しくて。俺たちには隊長が必要なんです。タク、どうする。エンシェントマターを取り戻すには隊長さんを助けなくちゃ。うん、やるしかない。
セットバターをよこせ。そういうわけにはいかぬのだ。この宝は我のもの。お主らに渡す気など鼻からないわ。隊長、来い我が兵士たちよ。宝を手にした今我に敵なし。共に最強の帝国を作ろうぞ。隊長待ってください。隊長、返しやがって。このおかしな現象はあの隊長が来てから始まったらしい。自由に動けるようになったって。中のみんなは喜んでたけど。僕も北条から離れたあの時の気持ちは今でもよく覚えています。彼らにとって隊長さんは僕にとってのクラウドさんと同じ希望と可能性の象徴なのかもしれません。だとしてもよ、奴らもエンシェントマターもほっとけねえぞ。はい、エンシェントマターの位置は補足済みです。よし、行こう。助けに来たんだ。望むところだ。
返してもらう。久しぶりに思い切り戦えて楽しかったな。そうだな、うん、楽しかった。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ覚えておく。次に会うときは敵かな味方かな。こいつはお前がしっかり持って誰にも取られんじゃねえぞ。嫌だね。ならば力づくで奪うまでよ。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。となればは一瞬ではありますが位置情報が完全にロストして
クラウドさんに何かあったのではと。僕大丈夫だ、問題はない。すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんのからかいに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する。俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。この先がジュノン？いや、要塞都市の下に小さな村がある。アンラージュノン、さびれた漁村だ。ジュノンの主要性は全部下に来るんだ。どこも一緒だぞ。ちょっと待って。うん。日の当たらない村、アンダージュノンへようこそ。私はロドナー、村長兼警備主任だ。通報しようかね。当たりだったら10万ギルだ。悪いけどよ、諦めてくれ。ふん、エアリスだね。あんたは50万ギル。え、すごい。でもね、見て見ぬふりは得意なんだ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。この村の歴史を知ればそうじゃないってことがわかるさ。気に入らないなら出て行きな。宿はあっち。カンコドリが鳴いている。好きに過ごすといい。黒いマントを着た連中は来なかったか。見てないね。黒いスーツなら来たけどさ。男2人、女1人。ほほう。あのエレベーターで上に行ったよ。ほほほう。何を考えているんだい。知ってるだろうけど、上は神羅の要塞都市ジュノン。エレベーターは神羅関係者専用だ。上で何かあるらしくて警備が強化されてね。兵士たちもピリピリしてる。何かやらかして村を巻き込んだら私が許さないよ。騒ぎは起こさないでよ。どうする？クロマントは来てないらしい。彼らの目的地がどこであろうと、この地方から離れるなら私の知る限り海に出るか空を行くしかない。そうだな、手分けして情報を集めよう。ここで船が手に入るかどうか、他の移動ルートのこと、見失ったクロマントの行方も気になる。終わったらお宿に集合？ああ、それでいい。行こうか。昔この辺りの海にジュノン共和国の首都があった。巨大な船をいくつもつなぎ合わせた。
海上都市だったそうだ。たまにはカモメに餌や栄華を極めた海上都市も神羅の攻撃を受けて海の底、その海を見下ろす陸地に神羅が作ったのは沈まぬ鋼鉄の都市。それはまるで共和国の墓標。そんな話を聞いたことがある。昔この辺りの海にジュノン級巨大な船をいくつもつなぎ合わせた海上都市だったそうだ。エレベーターで上がってた。今日はたくさんお魚が取れたの。明日も取れるようにお祈りしなくちゃ。上の町で神羅の大きなイベントあるんだって。なんだろうね。たまにはカモメに餌やりでもするかな。いつも行くにはあのエレベーターを使うしかないみたい。おかげで今日も飯はうちで作った。ここは漁村だ。だから当然船はある。でも上から漁を禁止する通達があったんだとよ。期間は未定。村の連中を巻き込まないって条件付きじゃ船を借りるのは難しそうだ。昔はちょっと沖へ出れば大物がバンバン釣れたってよ。でも海底にマコーロができてからはモンスターが湧いてからっきしなんだと。死んだね。海も壊しちまった。いらっしゃいませ。お一人様ですか。誰か助けて。大変なの。お客様、その背中の剣を見込んでお願いです。今の声はプリシラという村の子です。行って力になってやってくれませんか。立ち切る。何？
私が出よう。それ逃げ場を仕掛ける。どうした、ほい、やってやれ。いいとこ見せなきゃ。私に任せてやる。なめるな、ラッキー。刻む。くっ、くらえ。
女の子、戻る。消してないみたい。おい、誰か手伝ってくれ。体温が落ちてる、急がないと。くそ、誰かいないか。まず軌道を確保しないと。上から医者を呼んだ方がいいんじゃないか。それじゃ間に合わない。くそ、誰かいないか。ちょっとあんた、手伝って。胸の方を頼んだよ。分かった。はい、圧迫。の連中、分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。この人たちは私の客さ。あんたを助けてくれたんだよ。そうなんだ。ごめん、助けてくれたのに私ってば。バカバカ。シュシュシュ。さあユーフィー、とりあえず部屋でゆっくり休みな。あ、そうする。ありがとね。ありがとねってなんだよ。言いたかないが、今時の若い娘はよ。まあまあ。あれは、あの子も客さ。世の中がざわつくと客が増えるね。ああいうモンスターが年々増えててね。それもこれもマコーロのせいさ。事故がなくて本当に良かった。お姉さんたち、アバランチの分派だよね。お前、なんで知って。私、すっごく尊敬してるの。本家よりずっとずっと。ああ、よく分かってんじゃねえか。ねえ、後で会える？頼みがあるんだ。お礼もしなくちゃ。ね、ね。じゃあ、明日、宿に来い。了解。そんじゃ、またね。尊敬詐欺が。まあまだガキで適当にあしらうさ。嬉しそうだったけど。とりあえず宿に行こうぜ。おお、お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ロドナーから聞いてます。しっかりとおもてなしするようにって。4部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。じゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。どうも。空いてるぜ。
さっき助けたユヒって娘、頼みがあるって言ってたけどよ、なんだと思う？アバランチに入りたいのかもな。来る者は拒まずと言いたいところだが、今はガキのおもりをしてる場合じゃねえからな。適当にあしらうしかねえか。しかしここまで手配書が回ってるとはな。何かあったら知らせるから、お前は休んどけ。待って、やめてって思ったけど、どうしようもなかった。うん、そんな感じだった。無理やり取られちゃったよ。亡くなってることだけわかるんだよね。でも何がなくなったのかわからない。もやもやって。フィラメ、あれから見ないね。あ、クラウド、誰かいるのか。レッドか。それならいいんだ。見回りご苦労様。疲れたでしょ。ゆっくり休んでね。どうぞ。ミッドガルから出てそんなに経ってないのに、すごく遠くに来た気がする。お母さんとマリン元気かな。帰りたいか。セフィロス追いかけないと。あ、ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。あの花、セブンスヘブンに飾ってくれたよね。飾ったの、ティファだと思うけど。さあ、どうだったかな。女の子からもらったものを他の子にあげるなんてどうかと思うな。ああ、今後の参考に覚えといて。どうぞ。この町は潮の香りが強すぎる。匂いが紛れて神羅が来ても気がつかないかもしれない。最初から当てにしていない。それでは私は眠らせてもらおう。鼻がムズムズする。くしと思ってたの。俺も。ん？カームのことを謝りたい。どうぞ。疑って悪かった。ううん、お互い様だよね。ねえ、エミリオ覚えてる？ニブルヘイムの。
ティファ以外のやつは覚えてない。え？あ、うん。ほら、家がよろず屋の。ああ。エミリオはクラウドの少し前に村を出たんだよね。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒で、その子がとっても美人で、興味ないよね。まあな。でも話したいなら聞く。ううん、もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど、結局そうなるかな。ごめん。いいんだ、今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。腹筋なら負けない。おやすみ。他でもない。どう？私と手を組まない？私さ、手を組むなら本家より分派だと思ってたんだよね。忍者の仕事といや、スパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。偏見。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。ウータイから遠く離れたユフィちゃんはけなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが、ん、誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長、ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう？びっくりした？もうすぐルー・ファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてから
ずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。ふっ、そりゃすげえ。村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちをシンラに売る気だよ。は？ああ残念、もう売れちゃったみたい。じゃ手を組むってことでいいよね。おい、上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。待ちきれないよ、マイフレンド。やっと来たか、マイフレンド。あはー、相変わらず釣れないな。そんな共に朗報だ。この度エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけ。一人で来たのか。今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。面倒くさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね、村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手ご苦労さん。俺たちを売りやがって、やってくれんじゃねえか。ほら少ないけど取っときな。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金さ、もともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ。反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろう。本当に捕まったらどうすんだよ。その時はその時さ、うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。